子供の心に種をまこう。子供たちの心に御言葉をしっかりと根付かせたい。光の子供マイティシープ。やんちゃな子羊ピップが御言葉を覚え、光の子供マイティシープに変身。ブイー。ストーリーを開けポンキッキの柳川茂が、作画とキャラクターデザインをミツバチハッチの河合ノアが担当。幼児から小学校低学年を対象に命の言葉社の総力を結集したスタッフで挑みます。この物語の主人公は子羊のピップ。元気でやんちゃな普通の男の子。ある日、光の羊飼いから不思議な光の杖を授かります。相手はみんなを悪い子にしようとするカメレオンマン。ピップが耳から小さな杖を取り出すと、マイティシープに変身。カメレオンマンを御言葉光線で撃退します。御言葉が大好きな御言葉地の女の子チッチや、命名草原に住む個性豊かな仲間たちと羊飼いの少年マノアなど、子供たちに魅力的なサブキャラクターも次々と登場。聖書の話なんかつまんない。ある日、一人で草原へ出かけた子羊ピップは冒険中に穴に落ちてしまい、ピップ、どこにいるんだ？お腹空いたな。悪の手先カメレオンマンに仲間にされそうになった時、光の羊飼いが現れました。ピップ、お前を悪い子にはさせない。今日からお前はマイティシープだ。これからはみんなのために働きなさい。ピップは光の杖をもらいました。カメカメカモン、どいつもこいつもみんな悪い子にして御言葉なんか吹っ飛ばしちゃえ。ピップ、御言葉光線でカメレオンマンをやっつけて。御言葉を覚え、自分のものにできた時、ピップは光の子供に大変身。光の子供らしく歩みなさい。うう、気持ち悪い。いい子になっちゃいそうだ。ダメダメじゃん。カメカメカモン。ご死人は死ん。どんな御言葉でカメレオンマンに勝利するのか、ワクワクドキドキ。子供たちもいつの間にか御言葉とその意味もしっかり覚えてしまいます。ピップの失敗や活躍を通して、子供たちは一緒に御言葉を覚え、ピップと共に福音の理解を深めていきます。絵本だけでなく、みんなで遊べるカードゲームや御言葉ソング CD などもございます。子どもたちが御言葉を楽しく覚えられる作品です。